クリニックの診察室におすすめ音配慮釣り度。遮音性能をチェック。では実際にどのぐらい遮音できるのか体感してみましょう。楽しみです。では一般的な施設で使用される思いやりシリーズの釣り度と音配慮釣り度、この2つでどのぐらい遮音性能が違うのか確認してみましょう。クリニックでの音声を流してみます。はい、音声スタート。今日はどうしました？頭がとっても痛くて心配できました。もう少し詳しく。2枚の釣り度が開いた状態だと当然音ははっきり聞こえてしまいますね。では思いやりシリーズを締めてみます。心配ですね。はい、心配です。少し小さくはなりましたけど、会話の内容ははっきりと聞こえちゃいますね。今度は音配慮釣り度を締めてみます。頭痛の原因が問題ですね。私の場合大丈夫ですか？どうでしょう。おお、音が半分くらいになりました。続いてこちらの騒音計でも確認してみましょう。今日はどうしました？頭がとっても痛くて心配できました。室内での音は70から75デシベルぐらいですね。激しい頭痛があって。では思いやり釣り度を締めてみます。ずっと続いているんです。それは心配ですね。はい、心配です。何か大きな病気ではないかと心配になったので受診しました。確かに放置しても大丈夫なんです。58から59デシベルぐらいですね。今度は音配慮釣り度を締めてみます。頭痛の原因が問題ですね。私の場合大丈夫ですか？48から49デシベルぐらいですね。うん、思いやりシリーズより約10デシベル性能がいいってことですね。約10デシベル下がると人間の耳には音が半分程度に聞こえると言われています。遮音の効果が耳でも数値でも実感できますね。